ほら、行くぞ。よっしゃ、できましたよ。タイマー待ってました。ということで、行きますよ。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだす、どうもミスター京都アッキーです。はい、本日は、大手筋商店街までやってきました。今日はね、大手筋商店街の名店に、はい、動画発信にしていきたいと思います。ほんでついでに今企画でやらせてもらってます、はい、ミスター京都アッキーのポスターも、はい、渡したいと思いますんでよろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。はい、やってきました大手筋商店街。久しぶりやな。はい、皆さんとの約束を果たしに来ました。はい、行ってきます。大手筋商店街の西側の入り口から入って徒歩1、2分ですね。はい、この大手筋整骨院、はい、この看板が見えてきてましたら右に南に下がってください。そしたらあります。本日のお目当てのお店こちらです。はい、名店時代屋さん、ここ行くよ。ここ営業時間内に来るのは初潜入です。はい、あ、マスター、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、ということで本日は、大手筋の名店、時代屋大手筋店さんに、やってきました。まずはご無沙汰です。ご無沙汰です。ありがとうございます。ポスターです。あ、待ってました。はい、ありがとうございます。欲しかった。はい。ほんで、ね、こちらのお店は以前今年入って満房中の2月ぐらいですかね。そうです。ね、あの土手に、はい、はい、あの通信販売の土手に組むよう、ご紹介させていただいたんですけども、その時に満房が終わりましたら、夜の営業を皆様に紹介すると言ったままやったんで、はい、やっと来れました。はい、マスター、すいません、ありがとうございます。ということで今日はマスター美味しい料理、はいはい、ご紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。こちらほどよろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、いい感じのお店でしょ。ほんまにもう昔ながらの居酒屋さんっていう感じの、店内ですね。主に串カツとか焼き鳥とか、ほんであと時代屋さんといったら釜飯、はい、それがうまいですよね。ということで、本日も生からいただきます。おら、生中の男の子だ、うまい。ということで本日はマスターのおすすめがどんどん出てくれますんで、最後までよろしくお願いいたします。では本日の1品目、土手カツ6本盛り。マスター、これ、はい、全部種類違うんですか。はい、内容がですね、はい、申し上げます。うずら卵、椎茸、レンコン、玉ねぎ、はい、豚バラ、はい、ウインナーの6種類になっております。あ、珍しいですね。はい、こんなの土手カツっていうのは実際僕正直豚肉しか食べたことないですけども、はい、この店ではいろんなカツのね
ご提供いただけるということで、はい、はい、どれ食べてもまたの食感と味がいろいろと楽しめると思います。ありがとうございます、はい、どれ行こうかな。マスターどれがおすすめですか。僕は個人的にはウインナーと豚バラですね。ウインナー豚バラ、はい、この辺からいきましょう、はい、じゃあ定番の豚からまずいきます。うわうまそうやな、これ濃厚なね八丁味噌のタレがたっぷりかかってます。いただきます。ほら来たぞ、これすごいでしょ。もううまそう、こんだけでね840円、安いですよ。はい、ほんでね実はこのタレですけども、以前僕が紹介させていただきました、あのドッテニ、激うまのドッテニのタレなんですよね、ベースがね。だから間違いなくうまいでしょこれ。ほらちょっとからしをつけていただきます。うん、おもうあの柔らかくて、もうね油もうまいね。ほんでカツもサクッと揚がってるし、またこのタレがうまいこと、ビールにも米にも合いますわ。最後でマスターおすすめのウインナー、次これいきます。あこれもまた合いますわ。うまいでしょ。うまい、うまい、うまい。あのなんていうかね、周りのカツもしっかり上がってるんですよ。だから結構あの食べ応えもあるし、はい、いやうまい、これはうわ、ビール何杯でも飲める。うん、ああ最高。はい、あの普通、まあ、さっきあのねサクッと上がってることをアキさんに言ってくれたんですけれども、あの普通大体の串カツ屋さんというのはいわゆるあの下地につけるのが小麦粉を水で溶いて卵を混ぜたものなんですけれども、うちが使っているのは米粉と言いまして、 お米粉って言われる粉。なるほどね。水で溶いて卵を入れてやってますので、揚がりが多分小麦粉のやりよりもサクッと上がっております。食感が全然違います。はい、美味しい。味噌つけてもその食感は伝わると思います。あ、ベチャッとしてない、はい、味噌つけてもサクッとしてる、はい、はい、そんな感じです。よし、続いてこの、珍しいところでレンコン行ってみようか。レンコン、ほら行くぞ。うん、うん、うん、うまいわ。しっかりしてる衣がむっちゃうまい、ほんま。しかしレンコンの土手なんて初めて食いましたね。ここ来たらいろんな土手がいただきます。はい、はい、続いてきましたよ。こちらも時代屋さんの名物ですね、焼き鳥六本盛りとなっております。こちらがささみ、砂ずり、テール、ネギマ、つくね、皮の順番です。覚えられましたいや、ほんでこっち塩でタレですね。はい、どれいこうかね。どれもうまそうですけどね、全部味わうとねちょっと時間が長くなるんでね、俺好みでいかしてもらいます。おい、行くぞ。テール、そしたら焼き鳥いただきますよ。もうほんまこういう酒場に来るとね、もう皆さん焼き鳥の存在は必要でしょ。はい、テールです。ふわふわでね、油がしっかり乗ってるテールでむちゃくちゃうまい。塩味がむっちゃうわ、うん、本格的な炭焼きのあの焼き鳥っすよね。これでつくねいきます。あー柔らか、これ食感がいいね。おそらく軟骨が入ってるんですかね。はい、そうです。はい、いいわ、この軟骨の食感とあのふわふわの柔らかい感じのあのつくね、おいしい。いやーどれもうまいっすね。皮いこうか。もう俺の選ぶのは脂っこいものばっかりですけどね。いや最高ですよ、余分な脂が落ちてるんですよね。いや最高や。いやこれがねほんまの居酒屋さんですよ。いや最高、うまい。はい、そしたらねラストに来ましたよ。こちら時代屋さんの名物釜飯ですね。今日は鶏釜飯ということで、
こんな感じでね、あと1分55秒ぐらいで出来上がるんですけど、まあ、大体出来上がるまでに20分ぐらいでかかるということなんで、はい、それぐらい計算していただいて注文していただいたら結構かと思います。よっしゃよっしゃ、できましたよ。タイマー待ってました。ということでいきますよ。時代屋釜飯680円、いくぞ。うわー、具沢山っすね。これはうまそう。しいたけに鶏肉に、うずらの卵にレンコン、野菜各種、これはうまそうやわ。見てください、具沢山。いや本格的ですよね。どっかの旅館にでも来てるかのような、そんな感じですね。締めには必ず皆さんね、もうここ来たらもうラーメンとか忘れてください。はい、これ食べてください。これうまいんでね。はい、そこのおこげがこれまたね絶品。ほら出てきましたよ。そしたら入れていきます。よし、ほら、ほんま具沢山でうまそうでしょ。こちらのメニューはね、時代屋さん創業からの人気メニューで、はい、これは皆さん最後にね、ぜひ食べてください。いただきます。あ、香りがいい。うまっ。うん、いや味付けもしっかりしてるね。これもうようあるじゃないですか、もう食べて薄いその釜飯とか。いや、ここがしっかりね味付けもされてて、ほんで野菜とか鶏とか全てのエキスが混ざってて、もっちゃうまいよこれ。鶏肉もこんなごついしね。うん、米もねいい感じ、柔らかすぎずちょっと硬い目でね、ほんま食べ応えのある美味しい感じ。こちらは釜飯だけじゃないですよ、なんと2杯目からこれだし茶漬けですよ。だし茶漬け釜飯、うわこれは他にはないね。いただきます。体の芯まで染み渡る、むっちゃうまい。これはもう京都一の釜飯ですよ。皆さんね、ぜひ締めに、はい、食べてみてほしいと思います。最高です。はい、ということでごちそうさまでした。本日は時代屋さんの大手筋亭初潜入してきましたけど、いい酒場でしたね。なんかほっこりする酒場ですね。もう全てが美味しいし、もう釜飯もあの土手カツも、はい、焼き鳥も最高でした。ほんでね、スタッフの方もね、マスターを筆頭に素敵な方ばっかりなんで、皆さんぜひね食べに来てください。ほんまお値打ち料金でいただける素敵な酒場です。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。ありがとうございました。マスターもプロレスファンです。はい、ぜひプロレスの話しに来てください。ありがとうございました。